やってきましたということで、第2回ですね、インスタライブ、ということで、今回はですね、急速アップに必要なトレーニング、というテーマで、話していこうと思っています。皆さんは、筋トレはしていますか？私自身も高校まで実際野球をやっていて、まあ、主に投手をしていたんですけども、やっぱり筋トレってめっちゃきつかったんですよ。で、特に下半身のトレーニングをやってたんですけども、まあ、それがめちゃめちゃきつかったっていうのを、まあ、今でも覚えてます。はい。で、今この、まあ、理学療法士兼トレーナーという立場になって、まあ、約500名以上の、まあ、指導に関わらせていただいてるんですけども、まあ、その中ですね、過去のトレーニングを振り返って、投手に必要なトレーニングっていうのと、あとは投手にとっては非効率かなっていうトレーニングの、まあ、2つがあったので、まあ、今回はですね、皆さんには投手に必要なトレーニングっていうのを、しっかりと学んでいただいて、自分自身の目標へ最速最短で駆け抜けていただけるように、今から集中して聞いていただければなと思います。それでは、次いきます。はい。で、まあ、最初にですね、どんなトレーニングをしていますかっていうことなんですけども、自分の胸に手を当てて考えてみてください。走り込みであったりとか、あるいはスクワット、トレーニング、体幹トレーニング、で、インナートレーニング。監督や、まあ、コーチとかに、まあ、もっと走れとか、筋肉をつけろとか、投げ込めとか、まあ、いろいろ言われてると思うんですが、まあ、実際に急速アップに本当に必要なトレーニングについて、具体的にどんな内容をしていったらいいのかわからない。そんな悩みを持っていませんか？ということで、まあ、そんな急速アップしたい。今すぐスーパーサイヤ人ばりのパワーを手に入れてですね、誰もが認める剛腕投手になりたくてしょうがないと思っているそこのあなたのために、まあ、今からですね、急速アップに必要なトレーニングについて、だいたい20分、30分ぐらいですかね。で、すべて理解できるように話していきたいと思います。そして、まあ、今すぐですね、実践して取り組める内容になっています。はい。ここまで、まあ、詳しく説明してくれる人って、まあ、ほとんどいないと思うんですよね。なので、まあ、最後まで聞くことで必ず理想の投手に近づけるので、最後まで集中して聞くようにしてください。では次いきます。はい。ではまずですね、皆さんがこの動画を見ることでどんなメリットがあるのかっていうのをお伝えしていきたいと思います。まず一つ目、急速アップに必要なトレーニングへの理解。急速アップをしたけど、トレーニングってそもそもどんな内容をしたらいいのかわからないという方も多いのではないでしょうか。急速をアップさせて自分の周りにいるライバルに差をつけるためにはトレーニングが必要不可欠なんですね。これには今回の内容をしっかりと理解して実践できるかできないかでライバルと圧倒的に差をつけることができます。そのために何をすればいいのかっていうのをこれから伝えていきます。二つ目ですね。間違った情報に惑わされずに情報をインプットするということなんですけども、これどうですかね？皆さんの周りに固定観念を押し付けてくる人はいますかね？これは、まあ、監督であったりとか、あるいはコーチ、親、さらに YouTube なんかも考えられますよね。一つ質問したいんですけども、皆さんの周りに医学的観点から間違った情報っていうのと、正しい情報っていうのを教えてくれる人はいますか？これをですね、そういったですね、間違った情報っていうのを鵜呑みにして取り組んでいても、成果っていうのが絶対に出ないんですね。これをですね、現役理学療法士兼トレーナーであり、
今まで500名以上の選手の負を解決してきた僕がですね、医学的に正しい情報っていうのを今回お伝えしていきたいと思います。はい、そして3つ目ですね、球速アップへ、具体的に、行うべきトレーニング内容をしっかりと理解できるっていう話を、していきたいと思います。まあ、以上ですね、この3つのスキルを皆さんに習得していただこうかなと思ってます。では次に行きます。はい、結論ですね、球速アップには筋パワーっていうものがとても大切です。で、投手にとってトレーニングはとても大切なことは皆さんもすでに知っていることだと思います。実際チームや YouTube 上でこんなトレーニングをしましょうとか、投手は絶対にこんなトレーニングをしなければいけないんだと自信を持って話している方を多く見かけます。もちろんそのトレーニングを行うこと自体は、まあ、大変素晴らしいことだと思うんですが、じゃあ実際にそのトレーニングを行うにあたってどういった根拠を持って行っているのかっていうのが非常に大切なことではないでしょうか。まあ、例えばですね、皆さんカレーを食べますよね。で、カレーを食べるときに何を使って食べますか？日本人だったら当たり前のようにスプーンを使って食べますよね。じゃあなぜ箸じゃなくてスプーンを使って食べるのか。それは皆さんが今までの経験でスプーンを使って食べた方が圧倒的に食べやすいということを理解してるからなんですね。その結果、箸で食べるよりも圧倒的に、まあ、食べやすくなるということですけども、これはトレーニングも同じなんですね。例えば走り込みをしろって言われても、走り込みを行うことでどういったメリットがあるのかっていうのを理解していないのと、理解しているのでは、その走り込みを行ったとしても効果が何倍にも変わってきてしまいます。今回は球速アップという観点から、投手がいかにして速い球を投げられるかを考えた場合、最も重要になってくるのが筋パワーなんですね。筋パワーっていうのは、筋肉が素早い動きの中でどれだけ強い力を発揮する能力があるのかっていうのを表す指標ですね。つまりこの筋パワーを大きくすることが投手の球速アップにとっては非常に重要なことだと言えるわけですね。なので今からですね、この筋パワーというものが速い球を投げる上でなぜ必要なのかを筋力とスピードに分けて話していきたいと思います。はい、では切り替えました。まずはですね、筋力の話を、していきたいと思います。そもそも皆さんは筋力と筋肉量の違いを理解していますか？筋力っていうのはどれだけ力を発揮できるかっていうのを表す指標ですね。例えばガリガリな人でもベンチプレスを100キロ上げる映像とかを、まあ、YouTube とかどっかで見たことってないですか？あれは筋肉量はそこまで大きくなくても、筋肉がうまく使えるトレーニングを行っていることで筋力がアップし、使ったことで筋力がアップします。で、筋力がアップしたことで筋肉が大きくなくても重い重量を上げることができるんですね。一方、筋肉量っていうのはどれだけ筋肉が大きいかを表す指標です。まあ、いわゆるボディービルダーですね。これを投手の球速アップに置き換えたときに、投手にとっては筋力が、非常に大切だと言えますよね。そのため、まあ、どれだけですね、一生懸命筋肉を大きくしたとしても、その大きくした筋肉をうまく使いこなせていないと、投手としてボールに力を与えるっていうことは難しいですよね。もし、筋肉が大きい人っていうのが速い球を投げられるとしたら、
まあ、ボディービルダーぐらいの筋量があればですね、まあ、150キロぐらい、まあ、余裕で投げられちゃうことになりますよね。もちろん筋肉を大きくすることは大切なんですね。実際の文献では投球速度と筋量、筋肉には有意な相関関係があったものもあり、筋肉量を増やすっていうことが結果的に筋力アップにつながるということは言えます。つまり投手に必要な筋肉量とか筋力をアップさせることが非常に重要であり、球速アップには、体全体のパワーをこのボールにしっかりと、伝えていく必要があるっていうことなんですね。では次のスライドに行きます。はい、出ました。で、次にですね、スピードの話をしていきます。まあ、スピードっていうのはつまり、まあ、瞬発力のことですね。先ほど筋力について説明しましたよね。筋力を鍛えて体全体のパワーをボールに伝えていくために必要なパワーを手に入れます。あとはこの筋力を指先までこう伝えていく、このスピードが球速アップには非常に重要なことなんです。瞬発力っていうのは瞬間的に発揮することができる筋肉の力っていう風に定義されています。例えばですね、皆さん垂直跳びをイメージしてほしいんですけども、めちゃくちゃ足のトレーニングをやって鍛えたら上に高く跳べるようになりますか？なりませんよね。で、これは筋力と実際に高く飛ぶために必要な瞬発力が不足してるからなんですね。ピッチングで考えてみると、足を上げてから重心移動を行っていきますよね。この時しっかりとプレートを蹴って重心を前方、前ですね、前に移動させていかないといけないです。これには瞬発力が非常に大切なんですね。要するに、どれだけ筋肉量を増やして筋力をアップさせたとしても、この瞬発力が鍛えられていないと球速アップという観点では 100% の力を発揮できないんですね。つまり筋力アップをさせることに加えて、この瞬発力をいかにして鍛えるかが球速アップにとっては非常に重要なことになってくるんですね。はい、じゃあですね、ここまでの話で球速アップには筋パワーが重要ですと、この筋パワーを発揮するためには筋力、まあ、スピード、瞬発力ですね、瞬発力が重要であるということはお伝えしましたよね。では具体的に投手として球速をアップさせていく上で、具体的にどんなトレーニングをしていけばいいのかということについて、筋力トレーニングに着目してですね、今から話していきたいと思います。はい、結論ですね、下半身、体幹、肩、インナー筋のトレーニングが非常に重要です。下半身では踏み出した足が地面につくとき、体幹では左足が地面についてから体をねじっていくとき、肩インナー筋ではフォロースルーのときに、まあ、それぞれ力を発揮できるかということが非常に重要であるという文献がこれまで数多く掲載されています。これらのことを踏まえて考えてみると、筋力アップのためのトレーニング部位としては、まずはこの3つの部位から鍛えていくことが球速アップには重要であると言えます。はい、ではまずですね、一つずつ深掘って話をしていきたいと思います。じゃあですね、それぞれにおいて、まあ、どんなトレーニングをしていけばいいんだよと、ツッコミを入れられてしまいそうなので、まあ、ここからですね、まあ、各部位実際ですね、どんなトレーニングが必要なのかっていうのを話していきますね。
で、結論、下半身においては、走り込みとウェイトトレーニングの両方を行っていきます。よく、まあ、チームとかで、まあ、走り込めって言われてませんか？けど、実際にどんな内容の走り込みをどの程度行っていけばいいのかっていうのが、そもそもわからないですよね。そして、なぜ走り込みが重要なのかなんですけども、それは投球動作というものが無酸素運動によって行われているからなんですね。足を上げてから重心移動を行って体を回転させて、いざこのリリースを行っていくときに、俺息してるって思いながら投げてないですよね。まあ、いわゆるリリースからフォロースルーにかけてっていうのは、すごく瞬間的な動きが行われるということです。そのために使われる筋肉の種類も変わってくるということですね。そして、有酸素系、いわゆる有酸素系の運動じゃなくて、無酸素系の運動を行うことで、短時間で爆発的なパワーを発揮することができるということなんですね。そのために、急速アップという観点で言うなら、有酸素系の走り込みを行うよりも、無酸素系の走り込みを行うべきだ、ということなんですね。そして、ウェイトトレーニングにおいては、筋肉を大きくするトレーニングと、神経系を強くするトレーニングの2種類を行う必要があるんです。どういうことかっていうと、筋力は筋肉の大きさにも相関関係があるっていう話をしたと思うんですが、筋肉を大きくするだけじゃなくて、その筋肉を実際に力を発揮できるようにしておかないといけないですよね、ということなんですね。で、なのでですね、内容としては、下半身のウェイトトレーニングを行う際には、10から15回程度と、まあ、3回から5回ぐらいですね。これがマックスで上げられる重りでトレーニングを行っていくことが非常に重要なんですね。っていうのが下半身のトレーニングになってきます。続いて体幹ですね。投手の急速アップにおいてはどのような体幹トレーニングがいいと思いますか？実際にとある文献で、急速の速い投手と急速が遅い投手っていうのを比較したときに、急速が速い投手の方が腹直筋、内外腹斜筋、腹横筋、いずれも高い数値を示したという報告がされています。つまり投手が速い球を投げるためには、体幹の筋力は非常に重要ということが言えるんですね。じゃあ具体的にどんなトレーニングをしていけばいいのか。結論、キープ系と回旋系のトレーニング。そしてこれと同時に実用的な体幹トレーニングを行っていくことが重要なんですね。キープ系については、よくあるプランクをフロントであったり、サイドですね。サイド。っていうような形で行ってもらったら、いいかなと思います。これは、重心移動ですね。いわゆる。重心移動の時に必要になってきます。ここで体幹が弱いと、体をまっすぐに留めておくっていうことが難しくなります。さらに、回旋系のトレーニングについては、ねじりとか、プランクの姿勢ですね。プランクの姿勢からこうねじったりとか、そういったトレーニングで大丈夫だと思います。はい。なのでですね、この回旋系トレーニングについては、このリリースからフォロースルーにおいて非常に重要な要素になってくるので、しっかりと意識して取り組んでみてください。そして最後に、これらですね、投球動作に落とし込んだトレーニング、これがね、めちゃくちゃ大事なんですよ。はい。で、これができてない選手っていうのが非常に多いんですね。で、この、投手に必要な、このトレーニングなんですけども、
で、そして最後に、まあ、これらを投球動作にね、落とし込んだトレーニング必要を、やっていく必要があるんですけども、いくら体幹トレーニングを行ったとしても、この筋肉が投球動作で使えるようにしておかないと意味がないんですね。このトレーニングとして、例えばフロントランジ。フロントランジ一歩こう前に踏み出した状態で、メディシンボールとかを上から地面の方向に叩きつける。叩きつける。といった、トレーニングなんかもいいですし、まあ、この股関節のね、動きを意識して、重心移動に伴って行ったりとか、まあ、そういったですね、実際の投球動作に近い動きで体幹や股関節を鍛えていく。これがめちゃくちゃ大事なんですね。はい。っていうのが、体幹の、パートになります。そして最後に、肩インナー筋のトレーニングなんですね。まあ、皆さんこれ何気なくやっている、まあ、インナートレーニングなんですけども、実はかなり大切な役割があるんです。数多くの文献で、投球速度と肩関節内旋、肘伸展筋の相関関係が強いという報告があるんですけども、まあ、要するにですね、球速をアップさせるためには、これらの筋肉をしっかりと鍛えていく必要があるんですね。で、まあ、これらはですね、どこで使われてるかっていうと、リリースからやっぱフォロースルーにかけて、この時ですね、内旋っていうこういうねじる動き、それから肘を、この時肘が伸びていくんで、この時に使われるということです。はい。じゃあ、実際にどんなトレーニングをしていけばいいのかっていうことなんですけども、インナートレーニングについては、内旋外旋方向で、まあ、いろんな角度でトレーニングをしていく必要があるんですね。よくあるのが、こういう体側って言って体の脇のところに、こうしっかりと腕をつけて、外側に開いたりとかするインナー筋、これも大事なんですけども、肩のインナー筋っていうのは、こういう動きだけで使われるんじゃなくて、むしろ、投げるときってこういう動きっていうのが入ってくるますし、まあこういう前で、外に開いていく肩のインナー筋も非常に大切なんで、まあいろんな位置で肩のトレーニングっていうのをやっていく必要があります。これについては、まあチューブとか、そういったものを使ってやっていただければなと思います。っていうのが、肩のインナー筋のトレーニングですね。はい。まあ、ここまでですね、筋力っていう話をしていきました。で、そしてですね、次に瞬発系のトレーニングについて話していきたいと思います。このまあ瞬発系のトレーニングについては、まあ、結論ですね、ダッシュ系とジャンプ系のトレーニングが非常に重要になってきます。とある文献によると、瞬発系の能力が高い選手の方が、球速が速いっていう報告がされています。投手をやっている方なら、なんとなくわかると思うんですが、投げる動作って、まあ、一瞬じゃないですか。この一瞬の動きの中で、プレートを蹴って、体重移動を行って、こっちの踏み出し足を地面についてからリリースするっていう、まあ複雑な動きっていうのが、まあいろいろ噛み合ってくるということなので、その中で急速アップをさせていくために、この瞬発系の能力を高めていくことで、自分のパワーを最大限に発揮することができるっていうことなんですね。じゃあ具体的にどんなトレーニングを行っていけばいいのかについてなんですけども、結論、ショートダッシュとジャンプ系のトレーニングをそれぞれ具体的に行っていく必要があるということですね。で、それぞれ具体的にちょっと分けて話していきたいと思います。まずショートダッシュ。このダッシュ系のトレーニングでは、特にスタートダッシュを意識して取り組んでみてください。まあ、いわゆるアジリティですね。アジリティ系のトレーニングになってきます。筋力のところでお話しした無酸素運動下でのトレーニングとはまあ少しちょっと違ってて、一瞬でどれだけのパワーを発揮できるか、
瞬間的なトレーニングを発揮できるかといったものになりますので、距離自体もだいたい30メートルぐらい、ちょっと短めで、その分スタートダッシュを意識して取り組んでみてください。これがショートダッシュです。では次にジャンプ系のトレーニングなんですけども、これについては重心移動の時のプレートの蹴りであったりとか、あるいは踏み出した側の足が地面についた時ですね、この時に非常に重要な要素になってきますということです。内容については、例えばまあフロントランジであったりとか、サイドジャンプですね、フロントジャンプ、サイドジャンプっていう、まあ、前に飛んだり、まあ、片足で軸足で蹴って踏み出し足で着地、この時にブレたりしないようにと、しっかり股関節、お尻で受け止めるようなイメージですね。サイド側も一緒です。サイドでグラグラする、足がグラグラするんじゃなくて、しっかりと止まれるように、しっかりと蹴って遠くに飛んでピタッと止まれるように、まあそういったトレーニングというのが大事です。なのでこういったことを意識してですね、トレーニングしていただければなと思います。はい、ではですね、最後になります。最後なのでまとめるんですけども、投手が球速アップをするために重要なこと、それは筋パワーを高めることであり、筋力とスピードを高めることが重要であるという話をしました。そしてそれぞれ具体的にどのようなトレーニングを行っていけばいいのかについても話していきました。結論なんですけども、それぞれのトレーニングを行って、最終的には投球動作の中で使える実用的な筋力や瞬発力が必要であることを覚えておいてください。この考え方がないと、どんなトレーニングを行ったとしても球速アップというゴールを達成することはできません。なので今日からこれらのことを意識してですね、しっかりと取り組んでいただければなと思います。よりですね、詳細なトレーニング方法が知りたい、教えてくれっていう方に関してはですね、